噂じゃ、そのガロが町向こうの牧場あたりに出没するらしいけどね。いや、この辺にもいますよ。ロックビル。違うな。でもなんか進んだっぽい。何、キモ。へえ。落ちたら一巻の終わりだな。え、めっちゃなんか、岩が。これ普通にジャンプでいける？あ、でも距離的にはいけるな。あ、最後のだけ届かんとかない？うー、びっくりしたー。届かんかと思ったー。なに？スイッチやったんか。なに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 ？押したまんまじゃないといかんのか。あそこがくっついたけんなんなんやろ。よくわからんのやけど。ここがくっつくことに何か意味があるのか。そこなんか穴が開いてんだかなんなんだかよくわからん。もしかしてこれ上いける？あ、これ狙えるやつじゃない？ねえ、的や的や。よっ。え？何これ、敵？え、これは何？ビーモスも知らないの？ビームごときでビビらないでよ。ドカンと一発破壊するのよ。ほう。ドカンと一発破壊。爆弾ってこと？持ってんな。とりあえず。注目を解いてくれ。は。いや、キモ。怖い。いやー。うわ、なんか上に動いた。届くんか。やっぱ多分爆弾じゃないと。よいしょ。破壊できないんだな。うわぁ、なに今の上の部分？使った爆弾は一応回収できるっぽいね。ん？回収できるっていうか、増えたな。最初の段階で10個やったよね。あ、これなに？マップ上の動きよりやつ、え？このマップ上の動きよりやつ何？岩？規則的な動く、繰り返し、うえい！おい。え、なにどこ行った？はい。いなくなったんですけど。なんか規則的な動き繰り返しよりし多分岩よね。ちょいと待ってくれ。ってことは爆弾がいっぱい必要になってくるのかな。よいしょ。なんかさ、スイッチがいっぱいあるんやけど、押したまんまじゃないとダメっぽいし、これは一体、でもスイッチがあるってことはきっと必要にはなってくる。勢いでいったら届くんかな。スピード勝負？他になんか狙えるようなところ。届かんよな。これダッシュで行ったら届くかな？届くというか、間に合うかな？うわ、めっちゃ素早いスピードで戻ってった。怖っ。爆弾で、めっちゃ嫌なやつ。はあ。出てきたけど、出ては来たけど、もしかして爆発するまでの間に隠れとかんといかんのかな。私これで隠れて出てきた。
今なら私は、待って、怖い、こっちにやってくるか。怖いのは爆発させた、させられたあっちの方やとは思うけど。あ、なんかどっか行きよる。え、なんかどっか行ったけど。ついていくべき？え、なんかめっちゃどっか行きよる。でもとりあえず家の中の方が気になる。ついていくのは後ということで。オルゴールハウス。あ、なんか地下もあるっぽいね。早くせんと戻ってくるとかあるかな。え、てかあの女の子だけ？なんか親子で住んどるとか言わんかった？え、なに？すごいなんか、なんかまがまがしくね？いや、でも普通にスパナ？なんか機械の修理みたいなのしようかな。びっくりしたー。めっちゃびっくりした。え、モンスターの研究しよるってこと？うえー、なに？でもなんか、え、なに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 ？え、怖い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 。なに？でもなんか戦闘の音楽よね。え、これ、え、戦っていい感じ？話せる？え、怖いんですけど。なに？チェック。このミイラちょっと様子が変ね。きっとまだ人間としての心が癒されるまま残っているようね。早く何とかしてあげなさいよ。あんたまだわからないの？癒し？もしかして。今のめっちゃヒントよね、きっと。ってことは、何やったっけ？なんか癒しの歌的なものなかった？え？もしかしてあれか？親子で住んどるって言ったよね。父親が今ミイラ化して生きよるってこと？悲しい。左右下。待ってね。もうこれを吹くことによって癒されるってことは滅されてしまうんかな？大丈夫かな？ああ、なに、大丈夫？戻るんならいいんやけど。おー、あ、戻った。なんかお面落ちんかった、今。お面？お父さん？あ、戻ってきた。カメラ、よかった、戻ったのか。よかった。私は今まで何をしていたんだ。なるほど、私みたいな感じで仮面をつけて、ああいう状態になっとっただけってこと？何もしてないよ。悪い夢を見て少しうなされていただけ。私と違ってその意識まで侵食されて外すことができんかったってことかな、自分で。パメラめっちゃお札貼っとるな、あれ。え、これもらえる感じ？なんか親子の感動のシーンの横でやったーゲットーってなっとるけど。リンク、ギブドのお面を手に入れた。パメラの父から剥がれ落ちたお面。剥がれ落ちた。ギブドたちが見ても間違うほどのリアルなお面だ。やっぱギブドよね。じゃあやっぱあれか、包帯がなくなってリーデットになったってことか。なるほどなるほど。これでもしかして仲間と勘違いして通れるってこと？え、私の存在無視？話しかけろよ、こっちに。ねえ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 、勝手に侵入してるやつがいるのよ。え、何？話せないの？おいー、ほっといてあげなさいよ。見てわからないの？野暮な子ね。なぜぬいぐるみまで包帯だらけに。わかったよ。じゃあ出ていく。一旦出て行って戻ってきたらさすがにもう法要終わっとんじゃね？あ、ほらほらほら。どうも。あの、お父さんのことありがとう。いえいえ。でも君が助けてくれたことはお父さんには内緒なの。まあ、ギブド化しとったっていうことを言わんかった時点でね。だってお父さんはちょっと不思議なことが起こるとすぐに研究研究って無茶なことばかりするから。あ、そういうこと？もう少し落ち着いたらこんな危険な場所で研究するのをやめて町に帰るように説得してみようと思っているの。あ、お父さんがギブド化したけん娘が治そうと思って必死に研究しようかと思ったら違うんか。もともとお父さんが研究しよって変なことに巻き込まれたっていうだけか。なるほどね。だから、お父さんが君を見たらきっとまた、ごめんね。あ、じゃあ私は地下には行くなよってこと？ちょっと行ってみようとしよう。行けたやん。引き止められるんかと思ったら。おー、これは妖精じゃないか。
これは君のか、少年。私は妖精やゴースト、その他、ありとあらゆる不思議なものを研究している、高名な学者である。ちなみに今、オルゴールから流れている、さらばギブドのテーマは、あ、そんなテーマやったん。あ、やけん、周りを、ぐるぐる回り寄ったギブドが召されたってこと？長年ギブドを研究し続けて、ついにたどり着いた、ギブドを追い払う曲なのである。やっぱあれか？なんか、軽快な音楽すぎて、近寄りたくなくなるというか、気分が、めいるんかな。ま、ゴーストに関して私の右に出る学者はいないので、何でも聞いてくれたまえ。これでさ、さっきのあのギブドのお面やっけ。これつけて話しかけたらどうなるんやろ。え、どうなる？変わらんやないか。ただお面つけただけやないか。おお、その面はまさしくギブド。少年、一体それをどこで？君から剥がれ落ちたんだよ。むむむ、見れば見るほど本物のギブドそっくりの面である。それがあればギブドたちと心を通わせ、ギブドの生態を探ることができるかもしれないのである。どうだ少年、私にその面の研究をさせてくれないか。あー、ダメだダメだ、永遠に繰り返すこれは。これいろんなお面のパターンでなんか聞けるかな。あ、そっか。あ、ごめん、切りつけた。お面を外してこれとかは、あ、ごめん、切りつけた。それにしても、こんな元気な妖精は久しぶりだ。いや、私の今の格好を見て何の反応もないんすか。どうだ少年、私にこの妖精のことを研究させてくれないか。いやー、ちょっと、いろいろと冒険の役に立ってるんで。まあ、でもこれで進めるようになったってことよね。あの奥に入れるようになったってことやけん。その絵に興味があるのか。そいつはミイラ男で、学名をギブドというのである。この先の丘の上にある井戸には、イカーナ王国に伝わる宝が眠っているという噂があって、お宝欲しさに井戸に入ってギブドにされてしまった者の魂がうようよしているらしい。うようよっていうか、逆に万人的な感じになっとったけど。ミイラ鳥がミイラになるとはよく言ったもんだ。なるほど。こっちは？その絵に興味があるのか？そいつは忍者のゴーストで、学名をガロローブというのである。おー。ローブの部分は知らんかったわ。もともとはイカーナ城を探りに来た敵国のスパイの慣れの果て。生きていた時のことが忘れられず、今もなお、魂だけがスパイ活動を続けてるらしい。そうなん、こいつらさ、ガラのお面被っとったらめっちゃなんか、めっちゃなんか、勝負仕掛けてくるんよね。噂じゃ、そのガラが街向こうの牧場あたりに出没するらしいけどね。いや、この辺にもいますよ。この辺にもめちゃくちゃいますよ。ギブドのお面。キャー、出てって、もうたくさんよ。あ、追い出された。追い出されてしまった。まあ、とりあえずこれをつけた状態で、来んなよ。これをつけた状態で、あの井戸の中に入ったら、お宝があるわけっすね。あー、降りてしまった。てか、あの後、あのパメラやっけ？あの子が、あの爆弾爆発させた後ね。なんかこっちの坂の方に歩いて行きよったやん。あれはどこに何をしに行きよったんやろうね。それが気になるんですが。よいしょ。行きますか。どんなお宝があるんやろ。